今日はですね、僕がハイエースに取り付けている小物類、こちらの紹介を一挙にやっていきたいと思います。そうですね。まず紹介するのはですね、こちらですね。肘掛けです。2つセットで、2500円ぐらいだったかな。まあ、価格はですね、後で詳しく注記しておきます。全部ね、Amazon で買ったんですけど、こうやってちょっと物入れがついてて、非常に使い勝手がいいですね。取り付けもね、めちゃくちゃ簡単で、この謎の隙間、これに差し込むだけで使えます。非常に楽ちんでね、妻からの評判もいいパーツになってますね。次はこのカーメイトの、ゴミ箱ですね。ドリンクホルダー付きで、届いた時は、まあ、板状になってくるんですけど、それをプラスネジで組み立てて作るっていう感じです。プラスドライバーがあればすぐ作れますね。で、これもですね、組み立ててこの隙間に入れるっていうだけで、裏にマジックテープで固定してて、まあまあ動いたことはないですね。ゴミ箱もこうやって横からパッと取り出して捨てるっていう感じで、非常に使いやすいです。容量もね、意外とあって、ね、使いやすいです、ね。ドリンクホルダーもね、ハイエースってこの、ようわからん位置にあるじゃないですか。これか。まあ、これを挿してると、ちょっと、この辺の操作がしづらかったりするんですけど、ここに置いてるとですね、まあ、ジュースとかも非常に取りやすいです。で、次に、これですね。USB の、なんか、増設のパーツなんですけど、灰皿ですね。灰皿をパコッと取り出して、この代わりにこれを差し込むといった感じで使います。シガーソケットもね、後ろに接続してるんですけど、USB Type-C と普通の USB。まあ、あとですね、シガーソケットのやつがついてたんで、コネクタを差し込んで、もう2つ造船していくって感じですね。特に有名なブランドのものではないんですけど、ここになんだ、バッテリーのボルトがね、表示されてて、バッテリーの状態をモニタリングできるんで、まあ、僕はこれを選んだといった感じです。で、この USB の線なんですけど、だいたい100均ですね。ダイソーで買いました。ダイソーの線って、クオリティ低いんかなって思ってたんですけど、非常にしなやかでですね、高速充電にも対応してるんで、まあ、非常に気に入りましたね。すべてタイプ C になってますけど。で、次に紹介するのが、この、スマートフォンホルダー兼充電器ですね。ワイヤレス充電に対応しているもので、スマートフォンを載せると、勝手にこう、閉まってくれます。取り出すときはですね、この横のボタンをポチッと押すと開いてあります。これ自体がね、バッテリー積んでるんで、まあ、車のエンジンを切ったときにですね、このボタンを押しても反応をしてくれます。充電速度もまあまあ速い。おすすめですね。これも Amazon で結構人気のある商品でした。まあ、取り付けはですね、一番簡単なやり方ですね。この、エアコンのなんか、棒のとこにかましてるだけで、で、配線はですね、まあちょっと目立たないように、この、隙間の方をバーッと通してきて、で、ここに、先ほどの製品に取り付けてるといった感じです。あとはこの、なんていうの、こういうの。なんていうの、匂いの出るやつ。芳香剤ですね。これを取り付けています。ファブリーズのもので、これは詰め替えができるタイプのものですね。これも取り付けはもう普通にエアコンのこのルーバーにかましてるだけですね。で、次、後部座席なんですけど、まあ、こちら、背もたれにつける、物入れといいますか。結構容量があって、まだ全然使えてないんですけど、ちょっとミリタリー調っぽいやつですね。アリエクで買ったんですけど、他にも黒色だとか、迷彩とか、まあ、いろんなカラーがありました。まあ、黒の方が良かったですかね。ちょっと浮いてますよね。取り付けはですね、もうエプロンみたいにかけて、2箇所で固定するだけなんで、すごく簡単です。それに合わせてこの100均の、これもダイソーかな。フックを取り付けてます。こんな風に、ちょっと斜めってますけど、重いものかけたりできるんで、非常に便利ですね。スーパー行った時とか。こっちも同じ仕様なんですけど、タブレットホルダーをつけてます。これなんか、300均のとこやったかな。ここで買ったものなんですけど、まあまあ、何の変哲もないタブレットホルダーです。子供が退屈しないように取り付けているだけです。忍びっていうブランドのバッグなんですけど、窓に直接取り付けるもので、まあこの厚さでもね、全然落ちてくる気配がないですね。かなり重いもの入れてるんですけど、うん。すごく強いですね。容量もね、かなりあって、非常に使いやすいです。こんな感じで。で、こういうふうにモール仕様になってるんで、ここに何かを引っ掛けたりとか、そういったこともできますね、こういうふうに。なんでね、最初バーつけようかと思ってたんですけど、もうこのモールにいろいろ引っ掛けれるんで、バー取り付ける必要がないかなといったことで、ところで、まあ、サイドバーはもう取り付けてませんね。非常にですね、容量があって、使いやすいバッグです。まあ、左側とか、後部座席の分のバッグもあるんですけど、まあ、片方だけでいいかなといった感じで、まあ、つけれないですしね、こっち、ベッドつけてるんで。後ろもね、後方の視界のやっぱり妨げになるんで、直接目視することもあるかと思うんで、つけてみません。これね、ベッドキットです。こういった大物はね、また後日紹介したいと思います。小物と言っていいかわかんないですけど、仕切り板ですね。ちょうど後部座席の後ろから密室を、仕切っているビニール製のね、ものなんですけど、まあ、これだけでだいぶエアコンの効きが違います。本来ですね、マジックテープで、両面テープのマジックテープで固定するんですけど、絶対剥がれてくるんで、僕はこのネジ止めで対応しました。結構なネジ使って穴開けまくっちゃいましたね。まあまあ、別にいいかなっていった感じで。最初の一発開けるのは勇気がいりましたけど、まあ、一個開けてしまえばもういっかという感じで、どんどん開けちゃいました。ちょっと後ろから見てみます。まあ、ちょっと暗くて分かりにくいかと思うんですけど、こんな感じで、後部座席を覆っているといった感じですね。まあ、この辺りもですね、ちょっとマジックテープ。これはもう両面テープでつけてるんですけど、まあ、固定して、上の部分に力がかかりすぎないようにしています。本当にね、クーラーはこれだけでバンバン効くんで、これもまあまあおすすめのパーツです。はい、というわけでですね、今日はこの小物の紹介で、こちらを終わりたいと思います。すべてですね、Amazon で購入したもので、リンクなどはですね、概要欄の方に記入しておきますので、また、もしよければ購入していただければなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。